ごめん。仕事で遅くなった。待った。もう大人なのに何？体調悪い。嫌だな。言う前に話さないよ。簡単なものだけど。すでに素敵すぎるのに料理もできちゃうなんて完璧すぎるよ。いつかリサの手料理も食べてみたいな。リサのこと全部知りたいから。唇には風邪が治ったご褒美にもらうから。